愛媛のすご技、愛媛's amazing techniques。加工食品に新境地をもたらした撥水かまぼこ株式会社は、昭文化の色濃く残る八幡浜市保内町に本社があります。撥水かまぼこではじゃこ天をはじめ、かまぼこやちくわなどの練り製品の加工製造を行っています。そしてこの度、産官学の連携による湯戻りの良さと練り製品特有の食感を併せ持つフリーズドライ製品を共同開発しました。従来のカップ麺などに使われていた練り製品には90度近いお湯を使っても十分に柔らかくならず、練り製品の食感もありませんでした。またこれまでのフリーズドライ製法では90度のお湯での柔らかい状態への湯戻りも不可能でした。そうした常識を打ち破ったのが、撥水かまぼこの開発した新しいフリーズドライの練り製品です。愛媛県産業技術研究所や愛媛大学学術支援センターとの連携により実現しました。このフリーズドライのフィッシュボールやちくわは70度のお湯でおよそ2分という短さで湯戻りし、さらに練り物特有の弾力ある食感を残しています。このフリーズドライ製品は従来品に比べ若干コストがかかります。しかし従来の練り製品では保存は冷凍・冷蔵するしかなく、長期保存が難しかったのですが、フリーズドライ製品では長期保存が手軽にできます。また魚肉に含まれるカルシウムや DHA などの栄養素もそれほど損なわれることもありません。そのため近年多様化し、本物高級志向の商品展開が進むカップ麺業界をはじめ、長期保存が手軽にできることから、介護食品や防災食品、対海外の輸出食材としても多様な展開が可能です。撥水かまぼこでは地元の食材を生かし、常に最新設備を導入すると同時に、職人の手技によって高い品質の練り製品を作っています。撥水かまぼこ株式会社では、従来の練り製品とともに新たに共同開発されたフリーズドライ製品を、地元食材を生かし高い品質で製造していきます。